皆さんこんにちは、ダイタラです。決まりましたね。さて、前回あのマリーちゃんとね戦って、今日はねエンジンスタジアムでジムリーダーに挑むとこからですね。カブさんに勝てんじゃないか。エンジンスタジアムでバチもろうてきたら、何弁なんだろうねこのマリーちゃんってね。ナコム高原女子はいいぞ。はい、というわけで炎のジムリーダーです。炎タイプのジムリーダーですので、地面とか水タイプで挑もうと思いますね。おっ、めっちゃ応援してくれ。カブさん強いからね、頑張れーってね、頑張れーって。あったけー。みんなが応援してくれてる。俺頑張るからね。なんか絶対勝って帰ってくるわ。ジムリーダーに負けないでねって、頑張るよ。ジムチャレンジ出るんだろ、頼りになるポケモンいんだな。まあもちろんっすよ。最強のポケモンたちがいる。それホップいるじゃん。ホップもう勝った？もしかして。早くない？早起きだね。来たな、ダイダラ。俺は、炎バッジをバッチリ受け取ったぞ。やっぱ受け取ってんじゃん、ホップ。さすがは燃える男、炎のカブさん。俺の最強メンバーでも大変な試合になったぞ。マジ？勝てっかな？ダイダラ、お前なら燃えるカブさんにだって勝てるぞ。ああ、一言アドバイスも特になし。まあ頑張るわ。試合の数々を我々リーグスタッフがサポートします。これスタッフさんなんだね、この人たち。ね、ホテルスボミインに泊まれますよって。泊まり放題なの？最高じゃん。わあ、ホテル飯食いて。さて、着きました、エンジンスタジアム。じゃあここ開会式やったとこだよな。そういやな、俺の記憶力雑魚や。草だとやってないよここ。てかホップ、お前今外行かんかったっけ。あれ、中入ってた。だったらカブさんとの勝負燃えだぞってね。まあザグッと勝っちゃおうかなと思いますけど。ダンデさんに推薦されたジムチャレンジャーね。ね、頑張るよ、応援してね。草バッチ、水バッチ、でも炎バッチは取れるのか。ね、みんなと結構進んでんだね。ちょっとね、着替えてくるわ。ユニフォームがね、このブティックのね、試着室で買えれるっていう話なんですよね。これ？あ、いやこれもらったのって水のシャツだけってこと？あれ？あ、あるあるある、びっくりした、びっくりした。草セット、水セット。これ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 。ねえ、いいね、水セット。草セットはいいけど、なんか水セットピチピチやな、これ。水着やん、完全。水着でいこう、俺。はい。いや、更新しない。これって、私服、あれ？私服がこうなっちゃうの？もしかして。あーらー、やだーさあ、服は戻してきました。ねえ、バトル中の服変えれんのかと思ったら、そんなことなさそうですね、これ。よし、さあ行きましょうか。ジムチャレンジ。ね、カブさんに挑むものは少ない。ね、手続きしますか。オッケーっす。ユニフォーム着替えていただこうね。俺このユニフォームをね、水のやつにできんのかなとか思ったんですけどね、そんなできなさそうでして、普通のやつですね。よし、炎のジムミッションは一味違います。さあどうぞ。やっぱ俺の背中の36っていいな、みんな誕生日だから覚えといてね。さあ、これが炎のマーク。え、カムさんちゃうわ、真ん中おるのあれジャッジさんだ。さあ、トレーナーが3人いますね。どういうとこだこれは。ウォーッス、未来のチャンピオンじゃなくて、炎のポケモンジムでは、のジムミッションは、ポケモン捕獲で多くのポイントを稼げ。捕獲すんの？ 5 ポイント稼ぐとクリア。ちなみにポケモン、ポイントは草むらにいるポケモンを倒すと1ポイント。捕まえたら2ポイントです。ポケモンとの勝負は他のトレーナーも一緒ですよ。相手が何をするのか考えつつ、別のアクションでポイントを稼ぐのですよ。何これ、捕まえるミッションなの？どういうこっちゃ。ここにいるトレーナー戦って倒していいの？ほら、野生の狙うは野生のポケモン、トレーナーなんか気にしないぜっていう。ああ、状況を見極め狙う相手を変えるのよ。あれ一文字じゃね、あそこにいたの今ね。状態異常は大変、野球だったら大変よっていう。一文字ちゃん捕まえようぜ、多分これ一文字やろ。戦闘は枕ちゃん、レベル30、高いなレベル。へい、さあ捕まえようか。あら、かわいいわね、ひともしちゃん。ね、あれ？何これ、ダブルバトルになってんじゃん。おい、そうか、他のトレーナーと一緒に戦うんだ、これ。で、ほっぺすりすりしちゃう。シュリシュリシュリ、麻痺にして捕まえようぜ。ほら。さあ、炎の渦は当たらない、残念。ひともしの炎の渦。うわーっと、俺に当ててくるか。意外と効くし。あ、いやいや、ちゃ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 。あっち、意外とダメージ食らうし。まずい。どうしようかな。一発ぐらい体当たり効かへん。スパークは当たり効きすぎる。
ねえ、もう一回ほっぺすりすりしとくか。横のやつにやったろうかな。ちょっと待って、横のやつ倒せる、もしかして。ほら、スパーク、お前邪魔じゃん、どっか行け。よし、これいいの、体がしびれて動けない。極悪トレーナーやぞ俺。ねえ、あ、何こいつ、まだポケモン持ってたのか、ヤトウモリ。何やと、ちょ、もう一回、もう一回やったろか。ほら、クライア、ヤトウモリ、スパーク。おお、そんなポケモンでいいのか、ほんと。痛い。枕？やべ、枕ちょっとピンチだな、炎渦が。炎渦消えねえかな。あ、ようやくいなくなったっぽいですね、ポケモンが。じゃあ、ほっぺスリスリもう一回しましょうか。2匹持ってんだね、ポケモン。こうやってなんか、嫌がらせすると、ダメージ稼げていい感じですね。さあ、ちょっとまずいな、これ。炎の渦っていつまでなん？一生なんかな、もしかして。さあ、いや、もうボール投げちゃうか、じゃあ。スーパーボール。投げましょう。買ってなかったらやばい。ボール支給されないんですか、ここって。よっしゃ、捕まえたい。一文字は。2、3。よっしゃ、オッケー！ゲットだぜ、一文字。かわゆ。イエーイ。一文字はね、シャンデラになりますからね、ボン。シャンデラ強いよね。はい、ろうそくポケモン。吸い取る命が若ければ若いほど頭の炎は大きく怪しく燃え上がる。ね、子供たちの命を燃え、吸い尽くしちゃうんだね。怖い。さあ、バイバイ、ボックス。シャンデラとか使いたいけどね。さあ、ダイタラ選手2ポイント獲得。おいおいおい、君のポケモン全部いないじゃん。さて、ちょっとポケモン回復しておきましょうか。ね、いい傷薬。回復薬を使う。偉いね。優しい。ポケモンに優しい。さあ、ロコン捕まえよ、ロコン。ロコン。かわゆ、ロコン。俺、ロコン捕まえてたっけ？わかんねえ。捕まえてるかどうかってわかるんだっけ、ポケモンって。わからん。とりあえず、ほっぺスリスリ、いつも通り。タンドン。タンドンくん、岩タイプか。怖いな。うおー、ま、ほっぺスリスリ、2回でいい感じなのに。さあ、高速スピン。いらんことしよってー。いらんことしよって。ちょっとこれ捕まえるか。焼き尽くす、物騒。これ木の実だっけ。え、蒸気機関、素早さが上がった。うわわわ、タンドン早くなったのか。とりあえず投げちゃうか、もうスーパーボール。おれ、捕まえたら2ポイントだよね。来い来い、いっけ。よっしゃ、6本ゲット。さあ、これで、4ポイント獲得。あと1ポイントで、先へ進む権利をもらえるって感じですね。よっけー。思ってなかった。よかった、ロコン。キツネポケモン、6本の尻尾は、育つごとに毛並みが良くなり美しくなる。抱きしめるとほんのり暖かい。ね、今の季節、膝に乗せたいポケモンランキング1位。ロコンかわいい。9コンにして、尻尾に包まれたい。あと1ポイントでチャレンジ成功です。さあ、ここにポケモンいないの？いた。なんだこれ。誰これ、ちっちゃいやつ。わっ、出た。ねえ、ヤクデくんだ。ちっちゃいや、ヤクデ。ヤクデってね、肉ヤクデ。ちょっとスリスリしたのか。猫魂。は、俺にすんのかこいつ。お前、友達のトレーナーを殴るとか最低やぞ。ねえ、俺の話はやめよう、みんな。よし。うわー、でもこういうことされたら嫌われるよ、絶対な。あと陰口叩かれるね。あいつ俺を殴ってきやがった。ほら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 、あいつ俺殴ってきやがったって。むしろなんで俺ばっかり狙うのねえ。俺そういうプレイング嫌いだよ。変えるよ、じゃあ。そんなことするんだったら俺、ほら、最強ポケモン出したら水タイプ。イエス、泣き虫グ役で捕まえていいからね。ちょっと捕まえよう。倒すだけでいいんだけどね。もうお前はほんまに熱いんだけど、やけど。なんで俺ばっか狙うの !2 対1や、これ。ポケモン、ポケモンいじめや、これ。ポケモンいじめやめ。もう一撃倒したのか、もう、お前。耐えろよ。ほら、耐えろよ、お前。耐えたな、よしよしよし、いいぞ。くぅ、貴様、命中率下がっても意味ない。いや、マジ2対1とかなるんだね。ポケモン勝負って奥が深いわ。よし、とりあえずスーパーボール投げよう。捕まるっしょ、多分。
ヤクデちゃん肉焼くでーって、肉食べたくなってきたみんな、焼肉にしよう今日の晩ご飯。さあ来い、イエス。さあヤクデゲット、3匹のポケモン捕まえて6ポイント、ボーナスステージ突入やこれでどうなるね、よし。さあヤクデ初ゲットです。発熱ポケモン、発熱した体で、獲物を締め付ける、こんがり焼けたらむしゃむしゃいただくのだ。グルメなポケモンですね。焼いて食べるんだ。やっぱ肉焼くでや。肉焼くで。君は焼肉奉行さんだ。ボックス行ってらっしゃい。かわいいじゃん、肉さん。さあ、ミジミッションクリア、おめでとう。イェーイ。カブさんのジムミッションをクリアするなんて、なんて熱いんだ。次は炎のジムリーダー、カブさんだ。いけ、チャレンジャー。さあ、勝ってやるか。もう始まっちゃったよ。もう帰ろっかな。いや、帰らない、帰らない。さて、今からね、ジムリーダー戦、カブさんです。どうしようかな、戦闘。やけど直した方がいいかな。とりあえず、まず、ね、口いいよで、幸せお香の方が出して、いこうと思います。まあ、なんか勝てるっしょ。勝てるっしょ。行きましょう。回復戦でもええやろ。よし。前髪気にしちゃう。大丈夫かな、行こう。ん、横にいるのカブさん。いつもと違う演出が。タオルかけてんね、暑いんか。えっ、おらえっ、おえっ、おえっ、なんで小走りで入場するジムリーダーね。え、やる気が溢れている。ランニングしてる。遅いな、そんな走り。早歩きです。えっちらほっちら。カブさん早いっすね、ほんと。よし、到着。じゃあよろしくね。ようこそ、僕が炎タイプのジムリーダー、カブだ。草タイプの野郎、水タイプのルリナを退け、よくぞここまで来た。どのトレーナーも、どのポケモンも、勝つためにトレーニングしてるだろう。いや、もうレベル上げしまくったよ。だが戦う相手も、同じように努力している。勝負の分かれ目は、本番でどれだけ実力を出せるかだ。せやな、俺緊張するからな、本番では。こういう試合とかね、大会とかでは。でもね、このゲームの世界のダイダラ君は違うからね。行くぜ。ジムリーダーのカブが勝負を仕掛けてきた。目つきかっけえおじさんだぜ。行くぜ。キューコーン。投げ方が全力。結構手前に落ちるし、ボール。行きましょう、口いいよ。さあ、ダイマックスバトンがキラリと光る。ここダイマックスできる とこやからな。さて、とりあえずキューコーン、まあ、様子見でいきますが、マートショット地面タイプの技で。サクッと。何鬼ビッタ、うぜえ。やけどしてくんのか。まあ、やけどといっても特殊アタッカーなんで、ね、問題ない。ぐえ、半分いかねえのか。マジか。とりあえず、スペースダウン。あ、てて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 。回復系使ってくるかな。特殊アタックだよね、泥の塊。意外と威力低いんだね、これ、マッドショットって。威力55だった。さあ、炎の渦。くっそ、炎の渦うざいんだよ。あ、よ、そや、俺、鋼タイプやからさ。炎タイプに弱いんだった、忘れとったわ。さあ、あと一旦でやっつけれる。素早さ2段階ダウンしたから、多分抜けるかな、次で。抜けたらいいんだけどね。あ、いや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 、やけどプラス炎の渦で。いや、うざすぎるやろ、それ、その戦法。いや、まだあかんのか。抜けないのか。さあ、炎の渦、さらに食らう。熱すぎる。さあ、またちょっと。ほら。よし、さあこれでやっつけたか。おっつー、帰れんのかな、炎の渦閉じ込められてるけど。さあ経験値高っ。リボンちゃんレベル25、もうすぐね、まだまだ上がりそうな気がする。炎の渦溶けるの。あ、避けた。さあウェンディー、いやウィンディー、どうしよう。ウィンディーか、誰で行く。虫はきついよな、電気毒きついよな。鳥柄で行くか。いや結構みんな俺のポケモンやばくね、今よく考えたら。結構やばくね。大丈夫かな。よし、鳥柄いけ。焼肉バディや。ねえ、焼き鳥か。ウェンディー。さあタイプのね、効果抜群はお互いないんだけど、威嚇かよ。攻撃力ダウンしていたね。うざいなこれ。どうしようかな。とりあえず水盤毒しっぺ返しする。向こうの方が早そうだよね。ねえ、しっぺ返ししようか。鬼火、
あーもう待って、もう全員やけどしてくる、うざすぎる。鳥から巻きそうだなこれ。スピ返し、後半高校に出すと技の威力がアップ。全然効かねえ、やべえ、やけどプラス威嚇で攻撃が通らない。まずいこれ、まずい、どうしようまずい、本当にやべえやべえ、これは、いやこれはマジでやばい、マジでやばい、これは木の実持ってないですか。火炎車グオー、いやポケモン交換してもやられる、これは。いやもうこれはね、泣きながらダメージを与えな、ちょ、もう与えずつやられるのを待つしかない。火炎車グエクソ、泣く泣くやるしかないな、それきついな。しっぺ返し、いや効かねえ、攻撃が本気で強いこいつ。さあ火炎車を受けられるポケモンいないのでこのまま死にましょう。それからうわーマジかー、威嚇やけど物理アタッカー出すべきじゃなかったね。なかなかやるじゃんけ。さあちょっとここまで来たら少しやばいね。泣き虫ングいきましょうか。泣き虫ングちょっと状態異常、やけど直しとけよかったって俺 とてつもなく後悔してます。ですが勝ってくれると俺は信じてる。頼むぞ、一撃でまずやっつけよ水の波動、いけ、先制取って食らいやがれ。どうだ、よし、オッケー、一撃、あとダイマックスで勝てる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 、よし強敵やったな本当。さあ泣き虫ングレベル29、口ひげもアップ、いいぞ、やってダイマックスしたら一文字全開しないかな。さてカブは丸役で、あ、役での進化系じゃねこれ、丸役でカブよ、頭を燃やせ、動かせ、勝てる道筋を探すんだ、かっこいい。で中腰のおじさんですね、あの人、うわー、ギャラドスみたい、かっこいい。丸役で育てようかなかますか、大ストリーム、いくぞダイマックス戻れ泣き虫ング。さて星の力で大きくなれ、いやーいいわ、何回見てもかっこいいぜ、わーおー髪長い人やな、俺も髪切らなきゃ、君長いからね本当。うわ、丸役で燃え盛れ、巨大マックスで姿も変えろ、巨大マックスすんのついに、わお、目が今燃えたぞ一瞬、うわうわでっけ、長くなった、めちゃめちゃドラゴンやこいつ、かっけえ。さあ丸役で、で巨大マックス姿を変えるダイマックスだがな、一撃で倒すぜ、おらいけ、あれ耐えやがった、マジか、効果抜群だ。何、雨が降ってきた、よしよし、いいぞ、これで炎の技の威力は半減、多分炎は上にも燃え上がる、僕らも上を目指す。え、何これ、巨大百花、うわー効かねえ、マジ勝てー、効果は今一つ、あ、ちょ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 、よし、さあ勝ったなこれは、よし、さあ外面行きましょうかね、大ストリームもう一回行くか、水ポケモンには弱えんだよ、いけちょっとかわいそう、怪獣バトルやんこれ、ほんまに。さあ丸役では倒れた、うわーわー爆発した、なんだそりゃ、よし、さあ経験値獲得、経験値高っ、マフラーレベル高っよいしょ、おかえり、頑張ったな、巨大マックス俺もしたーい、ジムリーダーカブトの勝負に勝った、イエーイ、わお、ガチ落ち込みの雨足、いいポケモントレーナーだ、君たちは勝って当然だよ、いや、その姿で言うセリフじゃなくないですか、いやガチ落ち込みしてるやんカブさん、だから立ち直るの早い、ジムチャレンジ、初めての関門と呼ばれるこのカブに勝つとは、僕の長年の経験を君の才能が上回った、いや才能があって照れるな、なんか僕もまだまだ学ばないとね、ええんやでカブさん、精進しいや君たちは間違いなく最高のチームになる、今日は燃えてよかった、戦えてよかった、炎バッチを送ろう、ありがとうございます。さて
3つ目のバッジ、このバッジゲットだぜ。草と水をつなぐ橋のようなバッジだね。さあレベル35のポケモンを捕まえるようになった。いいぞ。ダイマックスによって僕たちのポケモン勝負はガラル地方の文化となった。そして文化を似合うのは若いトレーナーの役目だ、はい、カブさんもまだ若いじゃないですかってお世辞。もっともただ守るのではなく君たちでより良いものにするんだ。僕たち大人は支えるから。ありがとうございます。なんかええー、人やな本当。応援してくださいね これからも。だいたらお前とマッギョたちなら大丈夫と分かっててもね、試合はドキドキしたぞ。マッギョは頑張ったよね。あ、審判の人、ダイヤルさん、あなたもジムチャレンジャーとして草、水、炎のジムバッジを見事集めました。現にこちらの技マシンです。あざっす。鬼火だ、めっちゃ強いぞ。やけどにさせるやつ。鬼火。カブさんが着てると同じユニフォームをどうぞ。これ私服にはできないな、恥ずかしいから。それだけの実力があればナックルシティより先で待つジムリーダーにも挑めるでしょう。再びワイルドエリアに降り立ちナックルシティへ向かうのです。ワイルドエリアから行くんだ。バッジを持っている俺たちならワイルドエリアの奥にいる強い強いポケモンも平気だな。よーし。そうか、レベル30ぐらいの敵も出てくるもんな、ワイルドエリア強いやつで。あいつらも捕まえれるようになるってことだね。あの人のポケモン頑張れるのすごいよねってまだ終わってませんよって。マリーちゃんとかどこ行ったんだろう。さすがダンテさんね。ダンテじゃなくて俺だってね。え、俺ダンテ、ねえ、カブさんに勝っただと。君はすごい。他のジムチャレンジャーに勝負挑まれるかもなってね。マリーとかビートくんとかめっちゃ絡んでくんだけど、あいつら。オッケー。じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。ジムチャレンジ、ジムのね、なんとか倒して、3つ目のバッジをゲットできました。次はね、4つ目のバッジ目指して新しい街目指すためにワイルドエリアにまた行きましょう。また見てください。チャンネル登録してない方ぜひともチャンネル登録もよろしく。おつぽよ。じゃあの。